こんにちは、山カフェです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。私この度デルアンバサダープログラムに参加して体験モニターをさせていただくことになりました。モニターするのはこちら、エイリアンウェア M17R3。 そう、デルのゲーミングパソコンのブランドエイリアンウェアを体験させていただくことになりました。体験期間はね、約1ヶ月ですね。で、何回かに分けてレポートしていこうかなというふうに思ってます。まあそもそもね、ずっと Mac を使ってきているこの私が、Windows を使うとどうなるのか、まあ、ベンチマーク結果とかゲームの快適さなんかの確認、それから動画編集でどんだけ快適に使えるのかってことを確認していこうかなというふうに思います。いやね、 Windows マシンはね、久しぶりなんですよ。で、家で稼働している Windows マシンといえば、これね、ダイナブックの、タブレット型 PC って言ってるのかな、これ取れるやつね。で、これはスペックは言えないほど低くて、 Windows アップデートも多分もうできないんですよね、ストレージが少なすぎて。はい、まあそんな感じでございます。で、仕事でも、まあ、5年ぐらい前からメインマシンは Mac に変わっちゃってるので、まあ、仮想環境でね、動きの確認とかを Windows でしてるんですけども、基本的にもう Mac だけという感じでございます。まあ、いつも以上にね、Windows に触っていくってことになりますので、まあ、その辺のね、Mac と Windows の違いなんかも含めて確認できたらいいかなというふうに思ってます。はい、ということで、第1回目の今日はね、外観チェックと仕様についての確認になります。それではまず仕様の確認から。エイリアンウェア M17R3 ルナライト CPU 第10世代インテルコア i7-10750H6 コア、メモリ 32GB DDR4 2666MHz、 ストレージ 256GB SSD、 ビデオカード NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8GB DDR6 MAX パフォーマンス、ディスプレイ 17.3 インチフル HD144Hz。ではね、早速ですけども外観チェックからいってみましょう。エイリアンウェアはこのね、エイリアンマークがトレードマークですよね。天板にも電源スイッチにも使われています。で、こちらね、光ります。ゲーミング PC というと高性能はもちろん、光ってなんぼっていう風にちょっと勝手なイメージですけど、はい。で、光るのは天板のエイリアンマーク、それから背面の排気スリット、そしてキーボード部分ですね。で、光り方は後ほど紹介するエイリアンウェアコマンドセンターというソフトで設定可能です。ディスプレイは 17.3 インチとかなり大きなサイズとなっているんですが、まあ、解像度はフル HD です。で、基本はね、 144Hz と高いリフレッシュレートですけども、オプションでなんと 300Hz を選択可能ということですね。それすごいですよね、 300Hz すごい。それからまたね、 4K 解像度も選択可能なんですけども、まあ、その場合はリフレッシュレートは 60Hz となります。で、重さね、重さは 2.5 キロあるので、まあ、結構ね重いです。で、びっくりしたのが AC アダプターなんですよ。まあ、予想してたんですけど、これね、これです。かなりね、大きいし重いんですよこれ。まあ、ちょっと気軽に持ち運ぼうっていう気にはならない感じですね。で、大きさね、例えばこれ iPhone 11ですけど、まあこんな感じ、こんな感じですか、こんな感じ。もう全然なんか超でかいですよね。で、まあ、調べたらね、びっくりしたんですけど、こいつなんと 330W 供給できるようになっているということですね。で、ビデオカードの RTX 2080 Super の TDP、まあ、最大放熱量が 250W らしいので、まあ、これぐらいのアダプターじゃないとビデオカードに電源供給ができないと、多分そういうことだと思います。いや、このね、恐るべしゲーミング PC って感じですね。はい。で、ね、触った感じはプラスチックのようで、プラスチックじゃない、まあ、これはね、プレミアム素材のマグネシウム合金ということらしいです。まあね、いつも MacBook Pro、これね、触ってる私からすると、まあ、質感という意味だと、ちょっとすみません、それは比較できないかなと思いますね。はい。それから、特徴的なのがね、冷却用スリットになりますね。ここにある、まあ、背面なんか特にそうなんですけど、背面はね、ハニカム構造でいかにも冷却しますっていう感じで、他にも、まあ、底面とかサイド、キーボード上部にもあります。まあね、ガンダムっていうか、
なんだろう、ランボルギーニ、車のランボルギーニのような印象を私は受けましたね。まあ、男子はこういうの好きだと思います。はい。まあ、いかにもね、ゲーミングマシンっていう感じはこれね、嫌いじゃないですね。ですが、まあ、仕事でこれ使えますかって聞かれちゃうと、仕事の内容にもよると思うんですけど、パワーが結構あるんで、例えば動画編集しましょうとか、画像編集しましょうとか、それからプログラム作りますねとかいう時には非常にねいいと思います。ですが、例えば出張に持ってきますとか、お客様先に持ってきますってのはちょっと重さの関係からちょっと現実的じゃないかなっていうのと、光ったりするので、まあ、光るの止めてもいいんですけど、まあ、ちょっとね派手さが、私の職業的には適さないかなというふうに思いますね。そしてキーボードはフルサイズ日本語キーボードになっています。フルサイズなのでテンキーまで搭載しています。でね、こちらのキーボードはもちろん光ります。でキーボードに発光パターンを変えるキーはなくて、どうやらねエイリアンコマンドセンターっていうソフトで変更するようです。まあ、できれば発光パターンの変更はこうボタン一発でできるようなね専用キーで物理的に変更できた方が良かったかなと勝手に思ってます。それからですね、まあ、ノート PC にテンキー付きのレイアウトってあまり良くないんじゃないかってちょっと実は思ってて、テンキー以外の通常キーもトラックパッドも左に寄っちゃうんですよね。で手を置いた時に体がねディスプレイの正面に向かないんですよ。あとは通常キーの右端部分がリターンキーの周辺ね、これがねちょっとね窮屈な感じになってるってもうちょっと気になりますね。まあ、世に出ているゲーミング用キーボードって結構テンキーレスあると思うんですよね。まあ、ノート PC にテンキー不要、これはね重要です。検証用にいろいろソフトをインストールしてったんですよ。でそしたら気がついたらストレージの残りがね 3GB ぐらいになっちゃってて、まあ、ちょっとびっくりしたんですね。調べていくとフォートナイトね、ゲームのフォートナイトが 90GB ぐらい使ってるんですよ。で、まあ、このマシンのね基本ストレージが 256GB なので、まあ、3分の1以上ね使ってるってことになるわけですよ。ちょっとね取り急ぎフォートナイトは削除しました。で Windows マシンの場合ね、 Windows アップデートとかもあるし、それからゲームの場合ね一つのタイトルが数十ギガバイト使うってこともあるので、まあ、別途外付け SSD を用意するかカスタマイズしてストレージを増やした方がいいかなと、まあ、思いましたね。 256GB はやっぱりちょっと心もとないかなと思います。でインストールされている専用ソフトもちょっと触れておきましょう。エイリアンウェアコマンドセンター、RGB バックライトの設定やゲーム環境の設定、それから CPU とか GPU の、ね、速度とか温度管理なんかができる専用のソフトです。で、さっきも言ったんですけど、バックライト変更についてはソフトじゃなくてキーボードに専用キーで変えたかったかなと思いますね。エイリアンウェアモバイルコネクト、iPhone や Android アプリともつながります。で私は iPhone 利用なので iPhone 用アプリをダウンロードしてみました。で接続するとね、写真とかそれから動画なんかのファイル共有、そして連絡先の共有ができるような感じになってます。なんですけど、iPhone の画面を共有できるよみたいなボタンがあるんですけど、この機能は、ね、使えなかったですね。 Android だと、まあ、使えるっぽいんですけど、アプリにはなんか共有みたいなボタンがあったんで使えるのかなと思ったんですけど、使えないんだったらボタンは消しておいてほしかったです。でこちらねお値段なんですけども、私が検証しているマシン、メモリーも最大 32GB まで拡張して、ビデオカードは RTX 2080スーパーになってます。これがお値段33,980円です。まあね、これをね高いと見るか安いと見るか人それぞれでいいと思います。でデルのサイトに行くと分かるんですけど、結構ねキャンペーンの割引が適用されたりするので、まあ、こまめにねチェックしてみるといいかもしれないですね。といった感じで第1回目は性能と外観をチェックしていきました。まあちょっとねゲームなんかもしたんですけど、これねやばいんですよ。ビデオカードの2080スーパーがすごいのだと思うんですけど、 Mac で遊んでいた時と同じゲームをやってるんですけど、まあ、グラフィックの良さがね際立ちましたね。まあ、この辺はまたね後日レポートしていければと思います。ということでこの動画がねためになったよ、面白かったよって方はぜひグッド評価お願いします。
チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。っていうかね、やばいんですよ。いや、ほんとやばい。びっくりしますね。重いのが難点ですけど、いや、いいマシンだと思いますよ、これは。はい。